こんにちは、ルナです。今日は、サラと一緒にコスメ断捨離をしたいと思います。で、今、私の、ここにある、すべてが私のコスメなんですけど、今から仕分けして、断捨離していこうと思います。で、もうちょっとすっぴんなので、顔は出さないんですけど、今からやっていきます。はい。で、スタート。で、これは、エスポアのクッションファンデは、もうお気に入りだから、あ、この間買ってたやつ、韓国。そう。これもちゃんとあります。これは捨てない。捨てない。クッションファンデ大好きだからね。じゃあこれは取っとくやつね。取っとく。はい。これも取っとこう。あ、オッケー。じゃあこれここはさ、もう全部捨てないからさ。取っとくやつだね、それは。そう、だからこれは大事なやつだから捨てない。うん。取っとくか。これもこう入れて。このディオールのクッションファンデもお気に入りだから捨てない、ファミも捨てない。クッションファンデは基本的にお気に入り、そうね、気に入ってばっかりだから捨てない。ブーちゃん変わんない。今日はブーちゃんと一緒に遊びに来ました、ルナチ。はい、そうです。で、ティティはトリミング中ね。トリミング中で、次は何したい。スポンジも取っとくんじゃない。あ、そう、スポンジも使えるよね。スポンジはでもリキッドの感じでしょ。もう使わないから、こういうパウダー系とか大きいのかな、仕分けして。このパウダーは結構いいよ、アナスル。もう全然シェーディングやってないな。これも切る、うん、あとこれはね、使ってないな、ずっと。じゃあお友達にあげたりする、実家持ってったりとか。そうね。じゃあこれはこっち、これいいから全然塗る。これもいいんだけど、もう使い古しすぎてこれあげるはできないから、うん、じゃあ捨てよ。捨てる、うん、これはここに捨てるサンプル。はい、はい、ブーちゃん邪魔しない。これが使ってたから使ってない。あ、でもそれでもちっちゃいから友達にあげる、うんうん、あげられる。でもこれはね、2年前ぐらいに買った。もうそれ絶対使用期限過ぎてるから。うん、2年前は。2年前じゃないよ、3、4年前めっちゃ捨てよ。しかもピンクと紫のマスカラ、マスカラ捨てよ。誰かいるんじゃないの。いや、2年前、3年前はないか、使えないね。ちょっとどこから手つけたらいいのか分かんないんだけど。だからもう大きいのかな、全部先にこうやってここら辺まとめた。あ、これは毛穴が隠れるやつ。いるんじゃない、誰か。あ、じゃあ友達に、ツヤの下地。はいはいはい。じゃあお友達に、うん、あげます。はい、拭いて。あれ、そこはこれ、うん、もう全部そこからの。これはさ、日焼け止めなんだよ、顔と体の、うん、まあ一応取っとく、はい、一応取っとく。これも日焼け止め。じゃあ一応取っとく系はそっちや、うん、友達汚いんだよ。あ、めっちゃ友達。日焼け止めは取っときます。で、このリキッドファンデーションはいらないけど、うん、なんかいいから誰かもらってって感じ。もらってって。ひなにあげる。そうね。この日焼け止めも大事だから取る、うん。日焼け止めはね、夏は使うから。うん、で、これもなんか記憶に飛ばしてあげる。存在忘れてたやつあるね。これはもうね、結構使ってない？使ってる。いらない。うん、もうこれはね、古すぎて捨てちゃう。はい、まあ、そうね、なんか明らか、うん、これはこれクリオのプリズムエア、これ結構なんか流行ったよね。全く使ってないね。でも買ったばっかだからそれはそうそう。これは取っときましょう、はい、まだ可愛い、めちゃくちゃ。そうだ、じゃあはい、マックのこれとかはとても可愛いのに、ね、誕生日プレゼントもらった、アイシャドウが好きだから、うん、このアイシャドウお気に入りなんだよ。結構使ってるね。でも、うん、いや、お気に入りだから、うんうんうん、じゃあたくさん使ったけど、これたくさん使ったけど断捨離します。めっちゃ消えてる。でもめちゃくちゃほら底見えしてる、すごいよ。そうそうそう、あ、それ可愛いんだよ、うん、色味だけど、もう一回使ったし満足したから大丈夫。はい、じゃあ友達にあげるか。これ全然状態いいし。あー、すごい。まあこれは取っとくわ、うん、高いもん取る方が。ディオールのこのパレット、もう全然使ってないんだけど、たまに思い出して使うから、まあいい、あっていい、あっていい、はい、あっていいもん、可愛いし、パッケージが、うん、
じゃあこれマーキュリー。あ、それね、色かわいいんだよ、めっちゃ、ね、まだ一回も使ったことない。ルナアイシャドウ好きで、やっぱアイシャドウ集めがちなんだよね。うんうんうん、かわいくないですか、うん、ね。でね、じゃあなんかカラコンもあるけど、これ使ってるやつ、うん、じゃあ、とここにもカラコン、いいよ、いいよ、はい。そしたら、じゃあこれは3C、それはなんかスティックファンデ、スティックファンデ、そう、いいんだけど、もう使ってないから友達にあげます。はい、チークはさ、少ないレパートリーの中でもいろいろあった方がいいじゃん、うん、じゃあまあ、取っときましょう。で、これもあのずっと使い古してるお気に入りだから、これは絶対と。ああ、なんか何になる。そう、こっち、うん、本当だ、めっちゃ底見え。そう、でも可愛い。最後までじゃあ使おう。そう、どんどん減ってきたよ。いいよ、リップがやっぱ一番多いね。これ単色、うん、クリームチーク、うんうん、あ、クリームシャドウなんだけど、なんかあんまりルナに合わなかったから友達にあげます。はい、友達にあげます。で、これは単色のアイシャドウなんだけど、めっちゃ可愛いから持って。うんうん、ここのさ、オペラがさ、いっぱいあるから、使うようだけ厳選して、使わない色はさ、お友達とかでいいんじゃない。使わないって言ってもいい。じゃあこれ使ってる、うん、それ取っといて、これがじゃあお友達。はい、香水系は持ち歩きに便利だから全部取っと、うん、これはじゃあまつげ美容液。そう、まつげ美容液も2本あって、ラッシュアディクトもこっちもいいから取っと。はい、これミシャのボディマスカラめっちゃいいんだけど、うん、マスカラがね、マスカラ結構なんかこれもある。それも、あ、それは茶色のマスカラだから取っとく、取っとく、うん、これね、マスカラでもいっぱいあった方がよくない。まあね、そう、うん、マスカラは取っとく、好きで買ってるんだから。うちまだそれなんだろう、チーク、あ、それ可愛いんだわ。え、アイシャドウ、うん、え、あったの、久しぶりに見た、ジョンセンブ、思い出したかのように使うわ。はい、このリップ聞こう。このリップ可愛いんだけど、もう使わないから友達にあげる。まだ使えそうだもんね、うん、はい、あ、もうじゃあ捨てよ、4年前は4年前は使用期限、しかも元彼からもらいました。さよなら、はい、これはひなからもらったお気に入りのやつ取っとく、うん、はい、もうバンバン取っとくやつは、欲しいやつだけ、それもこれも、コンシーラーも取っときます、はい、あと眉毛の染めるやつ、うん、そういうのめっちゃ使うから取っとく。ねえ、これランコム結構やばいよ、色、うん、変色してる、分離してんだよそれ。あ、そういうこと、フルフルのやつで。いや、でもだいぶこれさ、こうもなってても使いたいと思う。わかんない、いや、捨ててって。アイラインは取っときます。その他は全部あの、あれ最近買ったやつ、うん、で、リップライナーは絶対に使わない、うん、あとそうね、これ水色のライン。もうそういう感じじゃないよね、うん、パーティーメイクみたいな。これなんか試供品なんだよね、試供品のサンドラのリップ、友達に、友達に、これ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 
で、これはもうめっちゃ古いから捨てる。はい。これはハイライター誰か使うかな。はい。で、これは開けてないけど黄色だから。で、これは開けてないからちょっと取っとく。うん。あとちょっと。あとちょっとよ。これはいらない。はい。はい。これももうだいぶ使ってないので友達にあげます。このパッケージかわいい。これ友達にもらったからね。マーク・ジェイコブス2つ。かわいいから取っときます。まずかわいいから取っとく。これはね、だいぶ前にもう買って。懐かしいな。ガチャガチャだから捨てる。これはバーバリーの限定の取っときます。これも最近お気に入りのやつ。かわいい。これは友達。はい。これはリップクリームだから、オッケー、終わり。目薬は。目薬はいる。はい、終わったー。終わった。いいね。やばくない？いいよ。捨てるのと友達に分けてもいいやつ。友達に分けていいやつがこんくらい。いいね。捨てるのがこれ。捨てるのがこれ。わー、おー。すごい。いっぱいあったね。よかった。で、自分のものが。これだけになりました。めっちゃ整理された。いいね。引っ越し先でもういいわ、うん、断捨離したから。はい、ってことで私のコスメ断捨離以上でした。へい、お疲れ様。お疲れ様。はい、ってことで最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。